高めを要求。初球打ち、弾丸ライナー文句なし、突き刺さりました。マッカーシーの第3号先制ツーランホームラン。打った瞬間でした。ライトの浅間も打った瞬間一歩も動かず、スタンドに突き刺さりました。マッカーシーの先制ツーランホームランです。打球はレフトへ伸びていく、レフトへ、スタンドへ届いた。逆転スリーランホームラン、中村奨吾、レフトスタンドに持っていきました。キャプテンの一振り、試合をひっくり返しました。鮮やかにレフトスタンドへ逆転のスリーランホームラン。どうかこの打球、逆ですが入った。いきなり先頭打者ホームラン、辰巳。1回の表、辰巳見事に左中間に持っていきました。ホームランで1点先制。これも大きい、もう完璧です。打った中間ツーランホームラン、浅村16号のツーランホームラン。初回楽天ノーアウト一塁から主砲の浅村、16号のツーランホームランです。高く上がりました。今日は風、追い風になっています。ぐん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 伸びて、どこまで飛ぶんだ。ホームラン第28号の山川、久しぶりの一発、8試合ぶりの一発は、先制を許した直後、回の先頭バッターで、ゾゾマリンの左中間の一番奥の壁に当てました。今日は風はいつもと逆です。陸から吹いていきます。この風にも乗ったんですが、多分関係なかったと思います。ドスコイが出ました。豪快な一発ですね。拾うようなバッティングで、これはフェアかファールか、フェアかファールか、どうか、入りました。炭谷のツーランホームラン、レフトのポール際に持っていって、イーグルス初回ホームラン3本、炭谷ツーランホームラン。これで初めての経験でしょうからね。6点です。高く上がった打球が、これが風に乗っていって、乗っていって入った。デスパイネのホームラン、第5号のソロホームラン。先頭バッターのデスパイネ、ホームランを打って、これで1点を返しました。ホークスのこの1点がデスパイネ、8対1、7点差。スライダー捉えましたか、右中間方向、打球は伸びて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 、入りました。2打席目はやらせない、これがプロの一流、吉田正尚。これで7年連続2桁ホームラン、ルーキーイヤーから続く記録を打ち立てました吉田正尚です。外のスライダー、第1打席はあそこから打ち取られましたけども、やらせませんでしたね。そうですね、今いいね、いい打ち方しましたね。狙ってた感じが見えましたね。ライトに持っていって完璧です。今度はライトスタンドに持っていきました。サムラン17号のスリーランホームラン。楽天大量得点、この回も1回2回に続いて3回も
3点を取りました。ですね、まあ、なんかこう打ち崩せないピッチャーだなっていう風に、ね、なってほしいんですけど。大きな当たり飛び込んでいきました。古賀に打たれました。ルーキー古賀プロ初ホームランはロッテの石川歩夢から。前回対戦はタイムリー、そして今日はホームランです。ルーキーキャッチャー、ここでライオンズに勝ち越して3対2。まあ、先ほどの、まあ、木村コーチのコメントですね、古賀選手のファーボールだなというところもあり、ライトに大きな当たり、ピアカファウルか、入りました。炭谷が今日2本目のホームランを放った。いやいや、これで5本目のホームランです。絶対ないですよ ね、 ね、せっかく攻め切ってるのでね。炭谷今シーズン2号3号。レフトへ運んだ、高く上がった、打球伸びていく、入りました。貴重なツーランホームラン。山口が今日ここまでヒットがなかったんですが、これを待っていたんだという子供たちの前で大きなアーチを描きました。夏休み、君のバットは休みなし。貴重なツーランは第8号8対4。スイッチ、取れた。2試合連発、左中間上段へと持っていきました。ストレート振り抜いていきました。今シーズン第29号ソロホームラン。フルカウントからのストレートを左中間上段に持っていきました。いやー、ジリーさん、風関係なしでしたね。関係なかったですし、もう解説席まで聞こえるような音しましたね。乾いた音が鳴り響きました。乾いた音、すごい音しましたね今。あと1本で早くも今シーズン第30号という山川です。1ヶ月休んでるんですよ、山川選手。そうですよ、前半にね、この数字ですからね。高い今日7月5本目のホームランです、山川です。バッター氷、初球レフトに行った、打球伸びていってレフトフェンスいっぱい、西村見上げて入りました。氷の一発、今シーズン第1号先制ツーランホームラン、ファイターズ5回の表2点を取ります。氷の1号ツーラン、ファイターズが2点を先制します。バッター9番キャッチャー石川遼。今は氷がしっかり捉えました。まあ、氷の場合は今シーズン第1号というプロ入り第1号ですね。そうなんですね、まあ、嬉しいでしょうね、本人もね。レフトへ打球が上がって、レフト打球伸びていく、フェンスいっぱい、どうだ、入った、逆方向、4番の人振りで同点に持っていきます。バーボース2戦連発第11号、逆方向に持っていきました。いいな、ホームイン、2対2。この第7号というのはチームでは単独2位ということになります。チームトップは10号の柳田、まあ、6号で2号と並んでいたわけです。もう完璧な当たりでした、ね、そうですね、打った瞬間という感じですよね、わずかに外に構えました。捉えてライトへ伸びていく、伸びていって入りま
ました。マッカーシー第4号ライトスタンドへ突き刺さりました。高めの浮いたストレート、ものの見事に捉えました。マッカーシー先制のツーランホームラン。バファローズ今日まずは先制しました。マッカーシーのツーランホームランです。打ち返していって変化球を捉えた、レフトへ石岡バックして、バックして入りましたか、入りましたか。野村のレフトスタンドへスリーランホームラン。宮城打たれました、変化球を打たれてスリーランホームラン、一気に同点です。いや小川さん、ここは変化球を思い切って振り抜いていきました。内野陣は右に寄っています。ただ低めの球打ち返して右中間伸びていって入りました。柳田一発が出ました、同点ホームラン。柳田悠岐第11号。7回の表再びホークスが同点に追いつきました。5対5。柳田の一発で振り出しに戻しました。これはレフトへの強い打球だけど見送っている。今川今シーズン第7号大きな一発、札幌ドームで放っています。札幌ドームでのホームランは今シーズンこれが初めてということになりました。地元札幌ドームで一本。この、ね、ベンチの盛り上がり見てください。ファームで共にもがいてた選手たちが結果出してもう自分のことのように喜んでるんですよ。元気があれば一発だって打てるみたいなね、はい、見事な一発になりました。今川優馬の札幌ドーム初ホームランということになりましたが、さあ井上投進してきます。おっとこれはレフトに強引に打っていった。グッバイ井上、今シーズン第2号同点弾となります。これで試合が振り出しに戻ります。ファイターズ一時5点差ありましたがマリーンズが追いついています。井上はソフトバンク戦石川修太から打っていたというね。もう1打席2打席いい、2者連続レアード今シーズン第13号、これで勝ち越しに成功。バックトゥーバック2者連続弾となりました。同点弾と勝ち越し弾、初回のランナーなしからですからね。井上レアード4番5番の2者連続弾です。おレアードがもう札幌ドームに戻ってきて、ちょっと間がありますね。ちょっと持ってきましたね。持ってきました、ね。こう取得していかなければね、楽天はいけないと思いますので。このセンター大きい当たりね、島内当たり、センターずらっと向こうを向いた。そのままバックスクリーン飛び込んでいきました。先制点は島内のホームランです。よく見ましたね、今のはね。芝内プロ野球史上これが312人目の通算1000安打です。楽天で排日選手では現時点で2人目なんですが、この節目の1000安打ホームランです。決めましたね。いいバッティングだったですね、はい、伸びていきましたね、はい、伸びましたね、はい、落ちてこなかったです、はい、島内の1戦目だったホームランで決めました。バッティングのホームラン、鮮やかなホームランです。経験もあるピッチャーなので、はい、ライトあまり変えなくてもね、はい、ボールが打球は右に切れるのか、向こう向いた、入ったの、入りました、ホームランです。武藤がライトのボール際に平から同点アーチを叩き出しました。8回の表第1号武藤敦樹、プロ初ホームランは武藤敦樹のライトのポールへ飛び込んでいる同点アーチ。すごいですね、今片手で持っていった感じがありましたけど、
まり飛んでないですよね、はい、もうそうですね、今左手添えてなかったですよね、最後ね、打球ギリギリいっぱいで、この放送席からちょっと確認してなかったところだったんですが、もう本当にいっぱい、ライトのポール内側に飛び込んで、ゲームは3対3、振り出し、強い打球だ、レフトへの打球、クラブ伸びているぞ、ただフェンスの、あーっと入りました、グランドスラム、いいですか、先制のグランドスラム、今川優馬、フェンス上段かという打球でしたが、全く落ちてきませんでした、鋭い打球、レフトスタンドに突き刺しています、4回で、いや、今日も先に行ったのさ、この大前列だったんですね、いや素晴らしいバッティングでしたね、左のピッチャーから打った今シーズン4本目のホームラン、で、あとととこれはレアードの打球は、うーん、グッバイ、See you later、レアードも2試合連続弾、この回先頭レアード、今シーズン第14号ソロ、すぐさまマリーンズまた1点を返します、うん、伊藤はこれ前回と同じ、これ点をもらった直後でしたね、はい、まあ、僕はまあ、今先に、ね、今川選手の話しましたけども、はい、点差は、ね、もう関係なく、もう今日は伊藤大海投手がチームをもう連覇止めるんだと、はい、一人で投げ切るんだということに関してはもう何点取っても気持ちは一緒でいてほしいですよね、昨日はウニだったというネタですが、今度は そしてこれストレートですが、センター弾き返して、セーター当たりは大きい、スタンドに届きました、柳田の同点ホームラン、一振りで流れを変える、これがホークスの主砲、柳田選手今シーズン第12号のホームランです、一昨日のホームランが1ヶ月ぶりでしたが、そこから今日のホームランは12本目、12号ソロホームランでホークス同点に追いついています、初球打ちレフトへ、完璧な当たりだ、ここも柳田の一振り、今日2本目のホームラン、13号ソロ、引っ張ろうとしたようなスイングじゃないんですよね、センターから反対方向に振ってる感じですね、今ではね、今日2本目のホームラン、レフトスタンドに突き刺さりました、4対1、いやもう早いカウントから1球で仕留めます、ここも初球、左中間、おー、飛び込みました、中島監督のガッツポーズが出ました、あ、ここでアピールを続ける若月、今シーズン待望の初ホームラン、若月選手今シーズン第1号ホームラン、いやーヘッドの効いたバッティングしてるなーっていう感じ、モニター見るだけでね、でしたね、行ったかなと思いましたけど、伸びましたね、左中間に飛んだ川崎の打球はどうでしょうか、一体ホームランだ、今日一番起用川崎ツーランホームラン、今シーズン第6号、川崎の打球を取られた直後、ホームランが得点、今のバッティングは本人の手応えも良かったでしょうか、十分だったと思いますよ、7月10日以来、早川から打ったホームラン以来の一発になりました、解説やって生で初めて見ました、そうですか、ちょっと嬉しいです、スリーワン、これはどうでしょう、辰巳が右中間、今日3本目はホームラン、ここまでいった、やっぱ触れてますからね、
第7号追加得点のホームラン。今のは欲しがったんですかね、カウントが悪すぎたので。そうですか。いや、今の1球はちょっと正直もったいないなっていう。